ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、最近、はい、友人から、うんうん、LINE が来ましてです、うんうん、エニアグラムの自己診断してみたっていうのが来て、なんかそのスクリーンショットですかね、それが送られてきて、なんか星でどのタイプが多いみたいな、でなんか自分は1と6が多かったよっていうのが来ていて、今度なんかそのエニアグラムの話が聞きたいみたいなラインが来てですね、要はエニアグラムって何、エニアグラムとはっていうところから話が始まるんだろうなと思って、で他の動画で金研のマインドインジェクションさんとまあコラボさせていただいて、あちらでももう今上がっているので、よろしければ見ていただければと思うんですけども、一番初めにエニアグラムとは何ですか、って聞かれた時に何て答えるのがいいんだろうと、悩みますよね。そうで、体調だったら、そのエニアグラム教えてよ、でエニアグラムって何の役に立つの、何なのって聞かれた時何て答えますか。まあ、エニアグラムって何ですかを、まあ、一言で言うと、はい、多分人の性格は9つに分かれますよ。人の性格は9つに分かれる、まあ、性格っていうとあれですけど、まあ、一般的に言うと多分分かりやすく言うと性格、はい、っていうのはまあ9つに分かれて、それぞれのタイプによって特徴がありますよっていう、はい、っていう感じですよね、エニアグラム。まあ、簡単にざっくり言うと、ざっくり言うと、ただその性格っていうのは、なんか一般的に思うような性格ではなくて、その無意識に動いているもの、そうです、無意識に働かされている、そう、衝動ですよね、衝動というか考えというか動きというか駆り立てられているもの、はい、なのでまあその核となるものみたいなところですよね、はい、よくエニアグラムではこれを気質なんて言ったりしますよね、っていうところですよね。で、で9つに分かれるものですと、でエニアグラムをじゃあ学ぶと、こんなことに役立つよっていうのも一緒に教えたいなと、どんなことにエニアグラムを知ってると、例えばまあ同世代だとすると仕事、仕事面でエニアグラムってどんなことに活かせるものなんですかね。多分僕が思ってるのが、はい、まあ、大きく2つあって、はい、1つはこう自分のことを知る、知ってこう自分の成長のために使えるっていうのと、はい、もう1つは自分のタイプ以外のタイプのことを知れる、まあ、だから他人のことが知れる、いや他の人が、その性格じゃなくてどんな衝動で突き動かされているのかっていうところですかね。そうですね、なんかエニアグラムを知る前、で自分が思ってることをと同じことをみんな思ってると思ってる、僕は僕で僕が思ってることが正しくて、それをみんなが思ってると思ってました。そうだからこう人の行動が信じられないかったりすることがある、はいはい、っていうのがまあよくあるじゃないですか。ある。だけどそれをエニアグラムを知ると、自分はこう思ってる、こういう事柄に対して自分はこういうふうに考えるけど、はい、違うタイプの人は全く違う考えをするんだなっていうのが分かる。同じ一つのことが目の前で起こったとしても、全く捉え方が違って、次の動きも違って、っていうところですよね。でその時にそのエニアグラムを知る前までだと、これはこうでしょうって思うじゃないですか。思うだけどそれぞれが違うことをするから、なんでこうしないんだよってちょっとイラッとしたり、はい、するじゃないですか。その辺がエニアグラムを知ると、あ、この人はこのタイプだからこうするんだなっていうのが分かる。そうすると、まあ、人間関係にも使える、ね、この人はこのタイプだからこういう行動したとなると、自分の怒りみたいなのも抑えられるし、はい、じゃあこの人このタイプだったらこういうことを考えてこういう行動してるんだろうなって、その行動のサポートができたりもする、はい、ってなると、こう人間関係にも使えるかなっていう、はい、あとその仕事面で言うと、その思ったのが、要はその今、なんて言うんでしょう、 YouTube とか見ると、はいはい、成功した人たちっていうのが仕事ができるタイプに見える人、はい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 、突出してできるようなタイプに見える人とかがいて、その、なんていうの、それがそういう、なんていうの、輝いて見える仕事が得意なタイプと、なんていうんだろう、裏方的な、一人で仕事を黙々とやるのが得意なタイプ、
チームワークをまとめるのがうまいタイプ、うんうんうん、引っ張っていくのがうまいタイプっていうのがいて、うん、今ちょっと目立つのがその、うん、大きな企業で、うんうんうん、みんなを引っ張っていく人ばっかりが見えて、うんうん、うまくいくように見えるので、うんうん、なんかみんなをそれを目指そうとするけど、うんうんうん、そうじゃなくても輝けるっていうのがタイプによって分かれていて、うん、輝き方がそれぞれ違うっていう、はい、でそれはその衝動的なもうなんていうの、うんうん、気質的なところで、うん、そういう動きというか、うんうん、考えになるのでそこをみんな目指さなくてもいいっていうことなんですね。目指さなくてもいいし目指さない方がストレスが少ない、はいはい、多分できると思うんですよ頑張ればどのタイプの人も。そうですね。例えば人を引っ張っていく、はい、リーダーとなって、はい、みんなを引っ張っていくみたいなことは多分いろんなみんな頑張ればできると思うんだけど、はい、やると疲れる疲弊すると思うんですよね。そうですね、うん、だったらこの自分の気質に合った輝き方をした方がストレスなくしかも成功しやすいんじゃないかな。確率は上がるんでしょうね。確率は、まあ、なんかストレス抱えてやるのストレス抱えない方が多分もう自然にそれができてしまうっていう、そうそう、そっちの方がこう行動しやすいじゃん。長続きしやすいというか、はい、一旦それで無理して頑張って成功してももうすっごいストレス抱えてたら多分続かないと思うんですよね、はい、うん、でそのエニアグラムっていうのは人も自分がまずどんなタイプかで分かることで自分の生かし方が分かる。あとはその人がこんな衝動に駆られてこうやって動いてるんだなっていうことが分かる。なのでその仕事面で役に立つっていうのもあるんですけど、これ私あのまあ仕事は長いのでね、仕事の経歴、仕事はこれからずっと続くものなので、はいはいはい、活かせるんですけど、うんうん、私あの恋愛、うんうん、恋愛っていう面では活かすことができなかったんですね。もう今結婚したので、そういうことですね。その恋愛していた時、うんうん、要は20代から、うんうん、なんていうんだろう、結婚するまでのその恋愛の時期っていうのは、うん、エニアグラムのことを知らなかったので、うん、知ってればなっていうのはとても思ってます。それはあると思いますよね。まあ、結局その相手の求めてるものを知ることができるみたいな。そうなんですよね、うん、タイプごとでその喜ぶポイントとか怒るポイントっていうのが全部違っていて、その時の反応の仕方っていうのがそれぞれ分かるので、それを知ることでストレスが溜まってる時はこんな癒し方、喜んでほしい時はこんな喜ばせ方っていうのが分かる。多分あのその人が大切に思ってることじゃないですか。なのでその大切に思ってることをこっちも大切に思ってあげれば多分うまくいきやすかったりとか、はい、それが求めてることだったりとかするので、はい、恋愛にも活かせるんじゃないかなとは。でもちろんこの恋愛だけじゃなくて、うんうん、その後の結婚生活っていう上でも相手を知っていた方が、うんうんうん、そのよりまあ、結局は人間関係なんで、ね、人間関係なので仕事場も家も人間関係なんで、うん、人間関係をうまくいくようにと思った時に、うんうんうん、エニアグラムっていうのは自分も分かって、うんうん、人も分かって、うんうん、っていうので、うん、多くの企業が取り入れているのかなっていう、うんうん、アップル、ソニー、コカ・コーラ、うん、やっぱその辺はあると思うんですよね、はい、うん、という面でやっぱりその、うん、エニアグラムとはっていうと、うん、先ほど一番冒頭に隊長がおっしゃった、うん、1、うん、自分の成長、うんうん、成長の方向が分かる、うんうんうん、2、人も分かる、人も分かる、うん、なので人間関係が、うんうん、うまくいくためのツールであると、うんうん、発祥としては、うん、イスラムのスーフィー派っていうところの、初めは偉い人しか知らなかった、うんうんうん、一番上の人が、うん、口伝で、うん、この偉い人だけが、うん、知っていたもの、知識が、うん、今こうやってみんなが知ることができるので、うん、僕はそのあれですよね、スタンフォードとか、はい、その辺がこれをどうやら使えるぞって目をつけて、はい、取り入れて研究をし始めた、はい、でそれがきっかけで大企業とかがこう
スタンフォードが取り入れてるならきっと使えるだろうみたいな感じで、はい、多分取り入れてると思うんですよね。でしかも、うん、それがかなり前の話なので、うん、それがずっと連綿と行われているっていう、うんうん、この実績も、うん、だからその科学的にまだ証明はされてないけどっていう論文でみたいなのは多分見つからないんで、はい、確実にそれがそうなってそうこのタイプになってるみたいな、あ、なるほどなるほど、証明はされてないけど、おそらくまあ性格を司るものってそういう脳内物質、神経伝達物質が関係しているので、はい、その辺がこうタイプに影響してるんだろうな、はい、みたいなところは多分今絶賛研究中みたいなところだと思うんですよね。あ、ただまあ、うん、僕の中ではそんなことは、うん、まあそうそうそう、どうでもよくて、うん、なんかその科学がどうとか、うん、でもなんか当てはまってるじゃんって、そうそうそう、かなりその肌感で感じるので、うん、だからまあ、その研究もそういう学術的な脳内物質、はい、神経伝達物質がどうのこうのっていうのと、あと統計学的な、はい、なんか分かんないけど当てはまってるよね、かなり当てはまってるよねってっていう研究も進んでるので、はい、まあ、当てはまるっていうのは大体、はい、なぜかは分かん、まだ立証されてないけど当てはまるっていうのは大体当てはまるんだろうなみたいなところは出てたりはするので、おそらく使えるものだと、うん、というところで、うん、このエニアグラムとは何か、うん、何か、なんでも占いとか、うんうん、とは違う、全然違う、うん、なんか星を見るとか、うん、血液型がとかでは全然なくて、うんうんうん、そう、あの占いは統計学だとか言って占いは統計学じゃないって話ですよ、ね、僕はごめんなさい、統計を見せてとは思いますけどね。 そう、はい、でそんなにこう全国民を対象に統計とか取ってないしみたいな、はい、どっかの大学で統計したらこんだけ当たったみたいなのもないし、はい、だから占いは、うん、僕は人を気持ちよくさせるものだと思う、麻薬と一緒だと思ってるんです、うん、だから僕は何て言うんだろう、いいことが書いてある占いは、うん、オッケーだと思ってます、うんうん、気持ちよくさせるならね、うん、僕はあれですよ、こう人をコントロールする、あ、なるほど、うん、こう心理学的に、あ、どっかの大学の研究でこうランダムに引っ張ってきた占いの答えを、あ、っていう話ですよね、そうそうそう、コールドリーディングのコールドどの本にも書いてあります、うん、その話っていうのを実験したらこうバーナム効果でした、そうそう、みんな当てはまる、はい、みんなじゃないけど5段階評価で 4.3 ぐらいの評価を、はい、得たみたいな、あの新聞の占いの各項目をランダムに引っ張ってきて読ませると、うん、これはみんなが私の人生だっていうみたいな、そうそうそう、なのでそういうのを使って相手の信頼関係を構築するみたいな技術、はい、で、まあ、信頼関係を構築して相手の本当の悩みとか引き出してそれをうまいことこう悩みを解消するようなアドバイスをできる人が占い師みたいな、それはまあ全くそういったものとは別ですっていう話ですね、うん、そうそうそう、だから本当にここに書いてあるから、はい、あなたの運勢はこうですよではなくて、はい、そういうのを利用して相手との信頼関係を構築しては占い、占いではありませんっていう、ありません、でこれはまあなんか本当に統計みたいな、こういう行動をする人はこういう気質を持ってるみたいな、はい、っていうのをこう集めただけ、はい、っていうのが、うん、分析してるだけって感じです、分析して9つに分類してる、はい、それが見事に当てはまってるって打ちのめされた感じです今、うん、打ちのめされてる感じ、そう、なんか自分のタイプが本当に分かるとすごいしっくりくるみたいな、はい、ただその途中にいろんな葛藤があるので、はい、あ、このタイプは嫌だみたいな、なかなか認めたくないっていう部分を、うん、まあ、そういった葛藤とかもね、うん、あるのもよりなんか真実味があるというか、そうそうそう、だからこう長く掘っていきましょうみたいなところですよ、はい、あなたはそうやって考えてるけど実際の行動全然違うじゃないみたいな場合もあるじゃないですか、はい、っていうものを俯瞰して見ることができると、うんうん、なんていうんだろう、自分がどんなことにとらわれていて、うんうん、目標に向かってじゃなくてとら、うん、われていて、うんうん、そのしたくない行動を、うん、本当はしたくない行動をやってることもあるんですよね、うん、そう、本当はしたくない行動、本当はしたくない行動、なんて言うんだろう、切ります、やめます、すいません、まあでもそれを突き詰めていくと話になるんかなって今思いましたけどね、衝動的にバッて動いたことって、うん、本当にそれはあなたのしたいことですか、うん、っていう面に、うん、エニアグラムは気づかせてくれるのかなと、
そう、自分の知らない自分の感情みたいなのが分かったりするじゃないですか、はい、こう例えばタイプ8の人とかって敵か味方かみたいな、タイプ8、あの概要欄に概要を載せておくので、そうそう、まあ、はい、そういう敵か味方かみたいな感じで人を判断するタイプの人もいるんですけど、はい、でも世の中敵か味方かの 2種類じゃない、はい、っていうのは多分そのタイプ以外の人はそうやって思ってるっていうのをタイプ8の人は知らない、はい、し自分がそう見てるんだなっていうのもそこで初めて気づくみたいな、はい、ところもあったりするので、これを、うん、まあ、囚われっていう、囚われ、はい、うん、各タイプでそういろんな囚われを持ってますっていう、でみんなそれを自分が正しいと思って、うん、正しい、でそれを知ることで、うんうん、手放すことで人間関係がうまくいきますよっていう話ですね、うん、そうそう、人間的にも成長しますよっていう、まさしく、はい、という感じですよね、はい、うん、というところで、はい、エニアグラムとは、うん、自分を成長させるもの、うん、人間関係をうまくいかせるものであるという、うんうん、もしかしたらこのエニアグラムとは2っていうのを作るかもしれない、うんうん、まあ、なんか話すといっぱいいろんなことが出てくるんで、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。